中真っ暗。おい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 、ちょっと待って、なんで気づかないかな。どうもどうも、三浦 TV の三浦です。類人マンション2やっていきましょう。前回はですね、ラストステージの驚う宮殿っていうのに初めて潜入して、またこいつが出てきたんだよね、お化けで。また捕まえてきた。お前何回捕まってんだよ。もう3回か4回ぐらい捕まえてんだけど。あとこれルノーマ、違うな。なんだっけな、テレサ。あ、お金が、お、グレードアップすんのこれ。目標金額にお金が貯まるとね、装備品のグレードがアップすんの。あ、ダークライトがレベル3になった。なるほどね。あのいたずら好きなオバケンもようやくオバゲージに入ったようじゃの。あれ、今まで入ってなかったの。これで一安心じゃわい。ふえふえふえ、ほんとかよ。また出てきてきそうだな、あいつ。宮殿の様子はどうじゃった？そうか。地下エリアからは宮殿の中の様子まではわからんかったんじゃな。あ、そっか。前回宮殿行ったけど、地下に行って中には入ってないんだな。仕方あるまい。宮殿の中では一体何が待ち受けているのか。いや、お化けしかいないでしょ、どう考えても。予想もつかんの。とにかく気を抜くではないぞい。では、また後でじゃ、ルイジ君。こちらやっていきましょうね。驚う宮殿は全部で何回あるのかな。あの頭が大きな助手のことをすっかり忘れておったぞ。忘れちゃダメでしょ、助手。そういえば宮殿にいるはずのキノピオ君と連絡が取れなくなっておった。なのに忘れちゃったんだ。お、干からびて死んでたらどうすんだよ。彼なら何かを知っているかもしれんの。よし、まずは宮殿にいるキノピオ君を探すんじゃ。キノピオ君のことじゃ。今回もまた絵の中に閉じ込められているのかもしれん。まあそうだろうね。毎回絵の中に閉じ込められてるけど、その時はいつもの方法で助け出してやってくれ。頼んだぞ、ルイジ君。あ、今回はようやく宮殿の中に入れるだね。よし、行こう。ドキドキするな、これ。ドキドキ。中真っ暗。おい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 、ちょっと待って、なんで気づかないかな。お、いよいよ来たね。なんかいろいろ装置っぽいやつがあるけど、これは今動いてないな。とりあえずどこに行けばいいのかわかんないから、まず1階から捜索していこうかね。ウエストギャラリー、よかった。あの鎧みたいなやつ、あ、なんか座り込んでるよ。あ、これってあれじゃない、鉄の処女っていうやつじゃない、知ってるかなみんな。鉄の処女っていう恐ろしいね、拷問の器具がある。あ、今動いたよね、今動いたな。なんかいんのかな。これどうやって開けんだろう、全くわからないっていう。こっち行ってみよう。あ、お化け出てきた。お前もか。よし、もらった。
なんか釣りをやってる気分。よし、行った。あとはあいつ誰だっけ、名前が思い出せない。どっかに隠れてるはず。いいな、ここだ。ライトが届かなかった。よっしゃ、オッケー。あ、そっちにもいた。なに、投げてこないで。なんかヤシの実みたいなの投げてくる。よし、あー、もう一丁、もう一丁、吸えてない。ほらー、よっしゃ、いった。あと一匹どこに隠れたんだ。ガタガタ言ってる場所にさっきのやつがいるはずなんだよね。いた、ここだ。よっしゃ、よし、いった。さあ、とりあえずここになんかあるのが気になるんだけど、絶対ここなんかあるんだけどな。下画面の地図にもなんか映ってるし、あ、これで開くじゃん普通に。あれ、もしかしてお化けが今いたから開くことはできなかったのかな。おお、これでようやく動作するようになった。あそこ通る前にまずこっち行こうか。まだ調べてないはず。ウエストホール。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。誰今やったの、危ないじゃん。怪我したらどうすんのさ。すごく便利、雪でも吸い込める、何でも吸い込める、この掃除機欲しい。ん、何にもなかったな。とりあえず正面行こっか。あ、下画面のなんか映ってたのは宝箱かこれ。え、ちょっとマンモスが動いてるような気がする。え、魚が出てきた。結構でかかったな今さ、魚。マグロっぽい感じだったね。あ、お金が出てきた。ああ、あそこにいるじゃん。へえ、絵の中に閉じ込められているだけではなく氷漬けにされている。なんてかわいそうなんでしょう、なんてかわいそうなんでしょう。これがなんか火がつきそうじゃない。なんなんだよこれ。うわ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 、マンモス動いた。あー、ごめんなさい、怒っちゃったかな。あ、ダクトがあったよ、ダクト。なんだこの星。あ、あそこに投げろってこと。ちょっと、え、欠けてんのどこだよ。あそこでいいのかな。えい、何も起こりませんけど、何も起こりませんけど。あ、あそこか。あ、こういう感じで完成、あれ、完成させなきゃいけないんだね。お、いった。あと足らないの一つかな。どこに落ちてんだろう他の星。おお、なるほど、これで最後のやつ。どこにぶん投げ、あそこか。いけー、なんか飛んできたよ。あー、これか、宝石か。宝石の数多くない。残りあと何個あるんだよ。すごい数だったね。じゃあこっち行こうかな、ダクト。なんかさっきの場所、あれ、あれ、ここに戻ってきたか。キノピオくんはどうやって助けんだろう。ん、ここにもあるじゃん。やべえ、これすげえ迷路になってんな。ちょ、ガタガタ言ってるよ、ガタガタ。あとで行きますけど、まずこっち、俺ちょっと気になるんだよね。ちょっと行ってみよう。あ、覗き穴あるじゃん。痛い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 
何この扉こんな扉作って誰得なの、やめてよ。一応中見ることができる。お、キッチンだって。お、またガタガタ言ってるよこれ。どっからこのキッチンの中に入るかだよね。普通にこっから入るのかな。あ、悩む必要全くなし、何のひでりもなくて。あ、出てきた。よし、これでやられても大丈夫。さっきガタガタ言ってたなんか冷蔵庫みたいなやつあったよね。どこにあるんだろう。違う、なんかさっきガタガタ言ってたんだけどな。よし、ちょっと戻りましょう。一番最初に見つけた転送装置っていうのかな、あっちの方ちょっと行ってみよう。中に入っていくか。お、よくわかんないけどこの桶持ってくることはできた。うん、まだこっち動いてないね。入っていこうか。氷河ゾーン、うわー寒そうだなここ。あ、戻ってきちゃったじゃないか。おー、電話かかってきた。真ん中にめっちゃ怖いやつあるけど、なになに。聞こえるかルイジー君、中庭にいるようじゃな。なんでわかったんだよ。そこの上の階には転送装置があるぞ。キノピオ君を助けた後でここに連れてくるんじゃ。ああなるほど、多分今回はキノピオを助け出したらもう転送装置で転送してそれでミッションクリアだね。はて、上の階へはどうやって行くんじゃったかの。いや、そこ重要でしょ。そこ分かっといてよちゃんと。多分この真ん中にある、うわ絶対これ怪しいわ怪しいなこれ。おお、なんだ、密林ゾーン、宮殿の中に密林ゾーンがあるっていう。あ、ここにいるじゃないか。さっき別の場所でキノピオくんいたんだけど、わわわ、すげえ出てきた。あぶ、ちょっとシャレにならないもん持ってんな。ちょっとルイージーくん殺す気でしょそれ。いや、やべ、食われた。美味しくない、美味しくない。うれー、吐き出さ、ちょっとこのきついなこの戦い。よし、いった、これはもう完全にもらったな。あと一匹、こいつをやっつけた後、あの植物どうすんだろう。あ、これでいけるかな、もしかしてぶつけて。あららららららら、あ、そうだ、暴れないとダメなんだ。うえダメだね、あの植物なんとかしないと助けることはできないな。違う、そっちじゃない、キノピオくん助けたいのに。なんか植物ないかな、適当な。お金出てきたな。おい、戻された。ああ、ここにポータルがあった、気づかなかった。なんか入れるかな。あ、ここに来るんだね。っていうことは、あったあったあった、ここにあったここにあったね、OK。 さっきこの部屋でなんか植物の苗みたいなやつがあったんだけど、これで水を汲んで、あ、ここ。ん、なんか植物、あれ、つくつく胞子っていうのかな、こいつだ。
よし。よし、ぶつけていくよ。よいしょ。くたわった。なんであんなやつで、あんなやつでそんなに。よし、これで助けることができる。当たってないけど。あ、よかったね、キノピオ。あれ、水の中苦手だったんじゃなかったっけ。今、完全に水にかぶってたけど。お、キノピオ。わー、やっと自由になりました。助けてくれてありがとうございます。マリー。あ、ルイージーさん。名前間違えんなよ。こんなところで何をしているんですか。そんなことより、実はもう一人私の仲間がいたね、あそこに。場所はわかるんだけど、助け方がわかんない。博士はこっちに二人いることを言ってなかったのですか。ていうか、存在すら忘れられていたからね、キノピオたち。はぁ、本当に博士は忘れっぽい人です。ルイージーさん、もちろん助けてくれますよね。助けなきゃダメかな。キノピオくん、一人いればいいんじゃないかな。すごい氷漬けになってたけど。ということで、もう一人のキノピオね、助けに行きましょうか。もう場所は分かってんだけど。